ラチェリーでーす。でまあ徐々にこう恋が芽生えてお付き合いあ、お付き合いもしたんだこの人がお兄ちゃんと結婚するんだ、でも血は私がつながってるみたいなやばいやばい。飲み行った時ヘロヘロのベタベタになるというか、いや、めんどくさくなるよ俺強めの圧来たぞ今おいしまさよしょ付き合いの付き合いのアリさん監督カバーでしょでしょハッピーメリークリスマス、ハッピーメリークリスマス、うわはいどうもアリソン界のおしゃべりクソメガネこと大石野選手です。そしていい子にしてる子にはプレゼントを持っていってあげるよ、鈴木愛理です。わーアイリサンタはいありがとうございますついにメガネがデコレートされましたね。そうなんですよ。ただねこれもあのメイクさんがね作ってくれたんですよね、うん、こういろいろと。あ、そうなんですか。そうなんですよ。市販のものじゃなくてこう貼り付けたりとかしてやばー、はい、やってもらってるんですけど、はい、若干重たいんですよね。うん、だってちょっとずつ下がってきてるメガネが。多分もうこの感じが最初にこうなりますから、これでやっていかなきゃいけなくなるかもしれないですけども、そんなクリスマス会ですけども今回は愛理ちゃんのカバーもあるんですよね、うん、そうなんですよ、うん、今回は、うんザードさんのマイフレンドを歌わせていただきます。ザードさん歌うんですか。そうなんです。なんか私結構、うん、あの最近カバーがリアルタイムのアニソン確かにねが多かったので、新時代とかね残響参加とかもそうでしたけど、そうそうニューリリースのものが多かったので、はい、そこなんか歴史のある曲を歌うのは、うんうん、なるほど、なんか逆に新鮮です。楽しみですね。頑張ります。はい、それでは今回はこちらの方々にお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。イエーイ皆さん、こんばんは、ナチェリーでーす。やってくれてる。ラブライブ虹ヶ崎学園から生まれたわけではないんですね。わけではない。そう、派生ユニットとかではなくて、うんうん、もうオリジナルユニットとして、はい、そうでございます。仲良すぎたから組んだでも、まあ、飲み仲間みたいな。飲み仲間さあそんな講師ともに仲良しのお二人なんですが、うん、実は性格も声優デビューまでの道のりも対照的、うん、だそうですよ。はい、それではまずお二人のプロフィール見ていきましょう。こちらです。はい、あ、東京都と静岡出身と、うん、です、私が、はい、で、村上さんは目立ちたがりの性格やったと小学生時代ね。なんかあの、うん、学芸会とかが2年に1回とかあったんですけど、まあ、そういうのがあったらなんか率先して主役をやりたいって言って、なんだ、なんかオーディションを受けてた。一方の田中さんは前に出るのが苦手な性格とありますけど。そうですね、うんうん、私は逆にそういう主役なんてちょっと無理ですってタイプでしたし、人前に出るのもめちゃくちゃ苦手で、うん、授業中とか全然こう手とかも上げられなかったですし、誰かと一緒じゃないと安心できないっていうか。うん、え、同じですか。私もです、めっちゃ同じです。そうなんですよ、私もめっちゃ意外って言われるけどめっちゃ同じです。愛理ちゃんは嘘でしょ。いや、そういう目で見るんだけど、本当なんですよ、私これ。またまた。でも田中さん、残念なお知らせなんですけども、はいはいはい、鈴木愛理は小学生の時にもうデビューしてるんですよ。いや、そう、もうこれでね、これで前に出るのが苦手な性格なんですっていうのはちょっと信じられへんっすよね。これひどいよ、でも本当なの。本当なのよ、もう学校の教託とか超嫌いなの、私もう顔真っ赤になっちゃうんです。もう超苦手。一番前にこうやってね、立って。学校って特殊ですよね。特殊だよね。なんか学校のなんか人前っていうのがまたちょっと無理。そうなんです。あ、一応そうなんですよ。無理だ、無理だ、無理だ。さあ、そして中学時代にそれぞれハマったアニメがあるそうなんですが、はい、うん、まずは村上さんは何のアニメにハマったんでしょうか。はい、こちらです。じゃんじゃん、
銀玉にハマりました。まあ、あの銀さんが大好きで、なんかこうちょっと緩めの主人公みたいなのがすごく好きだったので、まあ恋しまして。恋しましたか。はい、もうアニメイトでもグッズを買いまくりみたいな、お小遣いを全部はたいてみたいな、オタクが始まったっていう作品です。中学校の時にはオタク始まってたんや。始まっちゃいましたね。ちなみに、ほにゃららで夢小説を書くってあるんですけども、じゃあ銀玉で夢小説を。そうでございます。あの、すごいこれ、あのめっちゃ黒歴史で。黒歴史。あのすごい、ここで初めて暴露ぐらいな、すごい情報。あ、マジですか。そんなぶっ込んでた。そもそもなんですけど、夢小説ってご存知？わかんないです。まあ、その銀玉で言ったら、銀さんと私のこう恋愛のストーリーを勝手に書くっていうね。はい、それが夢小説。そう、夢小説。まあ、作品自体は3作品ぐらいしか書いてないんですけど。いや、すごいですね。どんなストーリーなの、ちなみに。あれ言える範囲でいいからね、あんまり無理しなくて。一番緩めの話を言うと、銀玉の世界に私はなぜか時空の歪みで、こうタイムスリップみたいな感じで、で、まあ、よろず屋さんにこうなんかどうしていいか分からずに、そんな目で見ないでください。あの夢小説の中の定番なんです。原作に沿った物語に自分がアニメの世界にトリップしちゃうっていうのは夢小説界では定番なんです。定番なんだ。はい、まあ、これで、まあ、銀さんに助けられながら、まあ、銀さんがだんだんなんか分かんないけど私に好意を持ってくる。いいじゃん、夢小説。いいね、いい世界だね。で、まあ、徐々にこう恋が芽生えてお付き合い。あ、お付き合いもしたんだ。え、これ初めて言った。これ初めて言った。すごい怖いです。いいんですか、こんなことを言って。皆さんの反応が。さあ、一方の田中さんも、あるアニメにハマって声優を意識し始めたそうなんですけども、それはどの作品でしょうか。じゃん、マクロスフロンティアです。よいしょ。はい、絵がいっぱい描いてある。はい、いや、もう私ももともとアニメは好きだったんですけど、アニメと一緒に歌もね、すごい好きだったんですよ。なので、なんかそのマクロスロンティアって私の好きなものが全部含まれてると言いますか、まあ、アニメも歌もだし、あとキャラクターとかもシリルってキャラクターがいるんですけど、初めてアニメで女のキャラクターに惚れたというか、このキャラクターになりたい、シルに憧れるみたいに、本当にキャラクターに対しての熱がこう出たのがこの作品というか、ハマりしましたね。そうだよね。でも、恥ずかしがり屋の性格っていうことでしたけども、はい、マクロスフロンティアに出会って声優になりたいなって思い始めたってことですか。まあ、見てるだけじゃ物足りない、自分もこの世界に入り込みたいとは思ったんですけど、でもやっぱり人前に出るのは苦手っていうのはあって、でも声優だったら私の姿見えないし、私の顔がテレビに出ることはない。今出てるんですけど、それで意識し始めたんだ。はい、で、逆に立ち返りますけど、村上さんは夢小説書いて声優を意識してわけではなく、ちょっとあの中学の時に英語の授業の一環で、なんか不思議の国のアリスをこう朗読劇する機会があって、でそこで私はアリス役をこう、まあ、じゃんけんで勝ち取ってやらせて、前に出たいですか、目立ちたがり屋ですからね。役やりたがりだったんですけど、アリスがこうちっちゃくなったり大きくなったりするのをこう声で表現するのを考えたりするのが面白かったり、なんか終わった後になんか皆さんからのアンケートで、アリスの声がめちゃくちゃ可愛かったとか、アリスのなんか声でなんか世界に引き込まれましたみたいなアンケートをたくさんいただいて、私声可愛いのみたいな感じで、ちょっと調子のにそういう声でお芝居するのもすごい素敵だなっていうので声優さんに興味を持ち始めた。めちゃくちゃ素敵なストーリーですね。でも二人とも対照的ですね、本当にそう思ったら。全然違う。そうですね。まずは村上さんですが、〇〇に自分を〇〇で猛勉強。これ当ててもいいですか。はい、役に自分を重ねて猛勉強。あ、違います。
もっとあるやろ、もっとブーみたいなあるやろ。違います。全然違うんだ。で、まあ、こう最短でこう声優になるためには今できることはちょっと勉強なんじゃないかなって思いまして、椅子に自分を縛り付けて、わかるか。わかるか。どういうこと？どういうこと？自分に。どんなプレイ？え、椅子にどんなプレイ？あ、違うか。違う。どういうこと？どう縛るの？こう、うん、こう。スズランテープってわかります？わからへん。ピアピアしてるやつ。あ、ピアピアしてるやつ。あの引っ越しとかので新聞紙とかをまとめるやつで毎日こう縛り付け。まあおトイレ行くときは毎回切らないといけないから、はい、ちょっと面倒くさかったですけど、とにかく。その声優になるために、うん、まあ、養成所とかに通うのが一番だったんですけど、うんうん、まあ、お母さんに相談したら、うちはまあお金がないから、うん、無理だよみたいなこと言われ、うんうん、まあ、だから今できることは高校の進学でこう推薦でポッと決まっちゃって、うん、決まった後の時間を声優に使おうみたいな。なるほどね。とにかくもう進路を早く決めたいっていう気持ちで縛り付けました。高校はじゃあ受かったんですよね。そ、受かりました。推薦で。推薦で受かって、はい、で、まあ、高校に入ってその入学式にすぐもうバイトの面接を受けに行き、マクドナルドとか。マクドでバイトしてたんや。してました。パン屋さんとかで掛け持ちして、もうバイト三昧でお金を貯めで、高校2年生から養成所に通い始めたって。いや、めっちゃ好感度上がってる。めっちゃ好感度上がってる、村上さんの。どうしよう。さあ、一方の田中さんですが、はい、〇〇〇に憧れ、応募対象外なのにオーディションへとありますが、うんうん、まず誰に憧れたんでしょうか。はい、私は水木奈々さんに憧れて。奈々様。はい、その元も先ほど言ったマクロスフロンティアを見て、あ、歌も歌って声もやるだ声優さんって今ってなった時に、その時に兄様とかの映像を見て、はい、なんだこの方は神様のようだみたいに衝撃を受けて、でそれですごい憧れるようになって、でタイミングよく当時奈々さんが所属していた事務所の公開オーディションみたいのがあって。あ、そうなんだ。そうなんです。自分も受けてみようって思って、応募要項みたいな年齢が15から30歳とかだったんですね、はいはい、で私当時14歳で、お、1歳足りへん。そう、1歳足りなくて、でも10月で誕生日で15歳になるんで受けていいですかって直談判して、その事務所に電話で、でも事務所的になんか面白いかもこの子みたいに思われたのか分かんないですけど、うんうん、まあとりあえず受けてみたらって言ってもらえて、で親もまさかなんかジェイミーがそんな今まで人前に出るのが苦手だったジェイミーをやりたいなんてって経験値として受けてみたらって思ったら、まさか目元でね。そうなんですよ、うん、まさか合格させていただきまして。すごい。高校を卒業したら面倒見ますよっていう形で高校3年間待ってくれて、卒業して養成所に特待生として入ったっていう経緯ですかね。ちなみに実はですね、うん、お二人にはお兄さんがいらっしゃって、はい、お兄さんとの関係性も対照的だそうです、なんか過保護だったんですよね。お兄ちゃんがってこと、うんうん、そうです、友達と花火をするから、うん、ちょっと遅れるね帰りがみたいな日に、うん、もう携帯見たらお兄ちゃんからの着信履歴がお兄ちゃんとか、みたいに、その今帰ってるよみたいな感じに言いながら歩いてて、もう角曲がったら家みたいな時だったんですけど、お兄ちゃんから、いや、いねえじゃねえかよみたいな感じで見たら、ベランダからお兄ちゃん見てて、すごい。お兄ちゃん、お父さんよりも怖かったですね。お兄ちゃんめっちゃ妹大事にしてる、ね。逆に対照的に、ね、私はすごい好きなんですよ、お兄ちゃんのことが。小学校ぐらいまではすごい仲良くしてくれてたのに、お兄ちゃん結構年離れてて先に思春期を迎えちゃっ
て、家族からちょっと距離を置くようになっちゃったんですね。それがすごい寂しくて、だから一緒に部屋とかにいてもずっと無言みたいな、何を喋ったらいいか分かんない、ただドキドキするだけみたいな、ドキドキするだけ、ちょっと待って、それもう恋じゃん、パワーワード、はい、どうしよう、喋りたいけど何話したらいいか分からないみたいな、かわいい。じゃあお兄ちゃんは、はい、彼女とかできたりしたら大変なんじゃない？そうなんです、そうなんです何今結婚もしてるんですけど、ご結婚もされてるの、はい、挨拶に来た時は、うん、みたいなこの人がお兄ちゃんと全然いいで結婚するんだ、でも血は私がつながってるみたいなやばいやばいやばいぞ。ちょっと聞きたいんですけど、大石さんが自分の妹にするんだったらどっちのタイプの妹がいいですか？いやでもちょっとごめんね、俺キャラとしての妹が好きなだけでリアル妹やんか、踏み込んでくよ、いや難しいな、でもいやこれやばいわ、ちょっと俺の性格バレてまうわ、癖出ますよ、癖、癖出ちゃうね、僕はその眼鏡で村上さんの妹が好きかな、だろうな、おい引いとるぞ激烈に引いとるぞ。いやそうなんですよ。やっぱなんかこのツンとしてる方がなんかやっぱこう追いかけたくなるから。逆によ。逆に田中さんにアドバイスしたいのはツンってしてたりすると。あ、逆に来てくれる。興味持ってくれる。どんな顔してんねん。それあとそんなダメージじゃないでしょ。俺に選ばれなくて。それではそんなお二人がどのように出会いユニットを結成していくのか、ナチュリー結成までのプロフィール見ていきましょう。こちら知りたい、2017年ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会で出会うということで、はい、これお互いのそのなんて言うんでしょうか、第一印象ってどうなんですか？私から見た田中の第一印象は、あんまり喋らなくて、まあ、人見知りなのかなっていう感じで、まあ、結構私その役が元気ギャルみたいな感じだったんで、なんかそのなんかポジションをここでもやろうと思って、こうみんなのあだ名を決めようよみたいなことを言ってみたりしたんですよ、初対面の時に。でそしたらなんか田中はなんかちっちゃい声で、じゃあ田中でごめん、距離置こうとしてますじゃなくて、メンバーとの距離置こうとしてるんじゃなくて、女子校的なノリって意外と名字で呼び合ったりする。あ、そうなんだ、あるある、あるの、あるある、私もそれこそずっとそうやって呼ばれてきたんで、逆にみんなと仲良くなりたいからこそいつも呼ばれている田中って呼んでって意味だったんですけど。なるほどね。村上さんはその時は、私はニックネームなっちゃんで呼んでって、なっちゃって呼んで、いやフランク、そんな感じだったから、うん、ヨウって思って、あ、ヨウの方だってなって、なるほどでもなんでそんなそもそも仲良くなったの、ね、なんかお互いお酒飲むっていう情報を聞き入れ、じゃあ飲み行こうよみたいな流れになり、二人で初めて行って、で、まあ、そこですごい話すようになって仲良くなったっていう。なんとですね、まだ出会ってすぐの頃に二人がプライベートで遊びに行った時の写真が今日あるの、何何それ、めっちゃ貴重、こちら画像じゃん、かわいい、これはディズニーランド、ディズニーランドです、こんな目立つでディズニーにおったら、いや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 、楽しそう、楽しそう、私が誘ったと思います、ディズニーは特に、私すごいディズニー大好きなので、そうなんだ、なんか仲良くなったことは絶対行きたいって感じで、ディズニーでなんかもうお酒飲もうぜみたいな感じで目的が独特、ディズニーシーは大きめのバーちゃうぞさあ、そこからどうやってナチュリーが結成されていくのかちょっと気になるんですけども、うん、当時あのラブライブでお世話になってた音楽プロデューサーさんからお誘いを受けて、うん、あの2人で結成したって形なんですけど、まあ私は結構個人的にそのプロデューサーさんのこと好いていて、ラブライブから離れた後も結構お話しさせていただいて、そこで実は歌も歌うのが好きで、いつかデビューとかしてみたいんですよねみたいな話も
チラッとしてたりは。そうなんだ、はい、なるほど、はい、じゃあ田中さんはアーティストデビューしてみたいなっていう気持ちはずっとあったんや。あったんですけど、周りの子たちがどんどんデビューし始めてたんですよ、その時って。でそうなっていくと、もう自分には無理なのかもみたいに思ってた時期もあって、なのでなっちゃんとかにも飲み行った時とか、うん、なっちゃんってさ声優だけじゃなくて歌手とかもやってみたいのみたいな感じでこうやって、うんうん、飲みながら聞いて、そうあっちゃんがやりたいよとかってはっきり言って、悪いな私はやりたいみたいな、うん、私はちょっとその時は私は別にいいかなって言っちゃってたっていう、うん、本当はやりたいのに、やりたいって言うと思ってたのに、あ、そうなんだって思ってた、で、それで私がまたそのプロデューサーに、うん、なっちゃんはやりたいんだってって言って、でその話を多分覚えててくれたのか、うん、そこで2人で引き合わせてくれて、はい、引き合わせてくれました、うん、へー、じゃ逆になっちゃんはどうだったの？そう、確かに田中ってなれへんかった。いや、やりたくないって言うてたやん。あ、どうも最初にLINE をしたんですよ、その2人で決まった時に決まって、うん、そんなにアーティストはいいかなみたいに言ってたけど、本当はなりたかったんだよねみたいに聞いたら、なりたかったみたいに、なんかすごい泣いちゃって、私もそうだよなみたいな、めっちゃ素敵な話やね。ちゃんとじゃあそれでまた、ね、さらに本音で付き合えるようになりつつ、うんうん、それでユニットを組むっていうことですもんね、はい、ちなみにナチェリという名前はこうどうやって決まったんですか？うん、2人で考えましたね、うん、まあ100個以上案をこう出してその中からまあ自分たちで、え、ちょっとボツになった名前とか、めっちゃはずい、覚えてます？一個これはどうって言ってて覚えてるのがミミットっていう、ミミット、ミミット、知恵みのみと夏みのみ、おでユニット、デュエット、ミミットみたいな、結構安直な理由だったんですけど。嫌いじゃないよ。本当ですか？お部屋探しみたいな。よかった、お部屋探し、ミミットありそう。ありそう。そこからどうやってでこうナチェリーになっていったんですか？なんか名前入れたいねってなって、うん、チェリーナッツとか、うんうんうん、そういうのに絞ってきてて、でもチェリーナッツだと、まあ、なんか絵文字とかにした時に、うん、まあ、田中はさくらんぼ、さくらんぼ担当みたいな、私はなんかあの絵文字にすると落花生のからの抜けのない可愛くない、なるほど。でもうちょっと頭をこう柔らかく考えようってなって、じゃあ夏美を先にしてみたらどうだってなって、夏美知恵美で、さくらんぼを一つにしちまえばどうだみたいな、あ、感じで、なんで夏美知恵美さくらんぼのように二人で一つみたいな、へえ、素敵で、ナチェリー、ナチェリー、ナチェリー、ここ俺映すとこちゃう、いや、まあ映った、あ、よかったね、ナチェリーね、かわいい、かわいい。なんか言いたいことは言った方がいいんじゃないですか？もう本当に C で絞り出すと、ね、飲み行った時ヘロヘロのベタベタになるというか、え、まあ、そうなんですか？いいやん、めんどくさくなる、強めの圧力だもん今。いいやん、いいやん、めんどくさくなる、へぇ、確かになんか、もっとなっちゃん飲んでよーみたいな感じになるんですよ。かわいい、かわいいじゃん、なんかいい ね、 ねえ、ナチェリが街中で酔っ払ってこんなんなってんのやろ、ね、見て見て、最高よあれ俺気持ち悪いあれあれ逆に田中さんは不満ないんですか？まあ、うん、まあこれもめっちゃひねり出して言うと、うん、LINE 返してくれないいや、語弊がある、語弊があるんですけど、ちょっと説明してください、ちゃんと。ちょっと流れでやってた LINE が急に止まるとか、私、その LINE でポン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 のやり取りが苦手なんですよ。そう、チャット的なやつがね、うん、そう、うん、既読がつくメールっていう感覚で、自分のタイミングで返したいみたいな、うん、でもあと夏美の返事バッチやでっていう時もあるんですよ、あなたの返事で決まるんやでみたいな時も、いやいやいや、疑問系にしてくれたら、あれちょっと待って、摩擦起きてますよ大丈夫ですか、仲良しなナチェリが。いや、なんかたまに見ちゃうんですよね、夏美のなんかこう LINE になりましたってやってるところもあとでみたいな。さあ続いてはこちらのコーナーです、はい、ナチェリのカバーでしょでしょ、かわいい、
回ナチェリのお二人に歌ってほしいアニソン神曲をアンケート調査しました、はい、今回アンケートさせてもらったのは田中さんが声優を目指すきっかけになったマクロスフロンティアの楽曲です。曲揃いですからね。それでは結果を発表します。神3に選ばれたのはこちらです、はい、よいしょ。おーライオントライアングラー青函飛行、全部聞きたいですけど。全部聞きたいわ、それでは神3に入った曲の中からお二人にカバーしてもらうのは、ライオンです。これさ、私も昔歌ったんですよ。そうなんだよね、一人で歌ってましたよね、はい、なんでこの番組で2回目に歌われる曲は初めて。あ、そう、うん、確かに。ありがとうございます。なんでこの曲を選んだんですか？やっぱ2人で歌うっていうにはこの曲ぴったりだなって思ってたし、もうめちゃくちゃカラオケで歌ってたので、いつも一緒に横で歌ってくれてるなっちゃんと歌ったらどんな感じなんだろうっていうのがすごい気になったので。そして、今回愛理ちゃんにも歌っていただきます。そうですよね、はい、歌う曲なんですけども、ナチュリのお二人からリクエストがあるということで、はい、アニメスラムダンクのエンディングテーママイフレンドを歌ってほしいです。出た、ありがとうございます。まあ、スラムダンクの曲ってもう数あるわけじゃないですか、はい、その中でもなんでこの曲なんですか？単純に鈴木愛理さんのお声で聴いてみたいっていうドキドキのもあるし、今スラムダンクがすごい盛り上がってる時期もあって、またアニメでも見返したいなってなった時にこの曲私もすごい歌ってたので、もともと好きだっていうのもあって、ちょっと今回お願いしたいです。ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。鈴木愛理でマイフレンド、ナジェリでライオン。おしゃべりこそ立てメガネの大塚さんです。よろしくお願いします。やってんねダンスボーカルオーディションにまたギター持って歌いに行って、客や客や客がおるでマネージャーさんとかいらっしゃいないんです。150万払わなきゃいけない月だったんですよ。本当に払えなかったんですよ。たまたまそういう月があったっていうことだよ。答え答えすぐ答え、はい。